郊外と言います。夜郊外ですか。はい。郊外の外側についてるあのオニカって言うんですけども、それを剥がして、だいぶあの宍道湖のところが出てきてる。1枚の層になるまでね、剥がしていくんですけど、植物の樹脂とか、はい、そういう澱粉系の糊、古材、粉ですね。
これがあの染料の入ってるのり。柄がね、柄ですか。こういう柄に出てくる。
まあ、面倒くせっていう考えればできないし、楽しみながらするってことですよね。古いものっていうのはいろんな思いが積み込まっているものですから、まあ、感動できるようなことを仕事しなければ、角金具とか炭金具とかそれに取り付けるやつを今作っているところです。戦後間もないタンスですから、その時にはやはり物不足なもんですから、本当は付けるのが本当でしたんでしょうけれど、やはりなかなかそこまでは取り付けられなかった。
栄養を茂る部分、中子って言うんですけど、折れてしまったから作るんです。全体の錆を落とします。その錆は落ちますか？もちろんですよ、もちろん。もう完成というか、いえいえいえ、こんな状態ではお金もらえないですよ。こんな綺麗さではダメなんですよ、これでは。お客さんが持ってきて取りに来てもらうってありがたいことですね。60になってやっとやってきたらよかったなと思うようになりましたわ。
木製はしつけの接着剤です。国葬でしたやつは水でドボーとつけて洗ってもなんともないです。あ、水に強いんですか。そうです。湿気がありさえすれば500年くらいはもう固まる一方なんです。板物ですから、あの接着の部分があるでしょ。 そこを強化するために、やっぱり持った感じとか、箸がこうちょっと当たった時のその手に伝わる感触、重厚感とか違うから全然、うん、
寄らないとダメなんですか。この線寄らねば下げさせすまねさごとダメ。切れるが切れねがのギリギリまで寄れば完成したし、あの商品がより一層輝いてねえだ。潰さないとこの先の仕事ができないもん。今ね、バナナのこの粉もよく見えるので、今度夜の粉が安心して仕事できるんですね。